僕の動画ではね、今まで様々な手のひらサイズのゲーム機を紹介してきましたが、今回はさらに小さなゲーム機が登場します。ということでこちら、はい、なんとね、世界最小のゲーム機が登場ということで、買ってみました。まあね、僕もこれ存在は知ってたんですけどね、ちょっとある理由があって見送ってたんですね。はい、でこれなんですけども、カラーバリエーションがね、4種類ありまして、僕の買ったのは、白バージョンとなります。はい、それではね、これ開封していきたいと思いますが、はい、ね、この開けて中身を取り出しますと、いやー、これ小さいですよね。これでゲームできるんでしょうかね。もう手のひらには余裕で収まります。はい、でこれなんですけどもね、5つのね、ゲームが内蔵されています。はい、下がね、充電用パソコン接続用のね、マイクロ USB タイプ B ですよね。でこれセレクトとスタートはフェイクになっていてね、押せません。 AB ボタンと十字キーだけですね。で上部に、はい、スイッチがありますが、背面はこのようになってますね。はい、ではね、上部のスイッチを入れてみたいと思います。何やら文字が出ましたね。はい、このゲーム機名とスタートボタンというね、出てますけども、はい、ではね、これ100円玉と比べてみました。いやーこの小ささですよ、これ100円玉とね、ほぼ同サイズということで、いや、でこれね、今度1円玉と比べてみました。このね、1円玉がこの液晶と比べるとね、かなり大きく感じますよね。いやー、この1円玉より小さな液晶ってどうなんでしょうかね。はい、ではね、ちょっと早速もう一度ね、電源を入れてね、じっくり見てみたいと思いますが、はい、でこれね、タイトル画面といいますかね、ゲーム機名が出てるんですけども、ここで十字ボタンのね、はい、右を押すと、なんとね、メニューが表示されるんですよね。はい、これね、十字キーの、これね、十字キーも押しにくいんですけども、ここでね、右を押してやりますと、なんとセッティング画面があるんです。オーディオのね、オンオフ、そしてブライトネスというね、明るさの調整がこれできるようになってるんですよね。いや、この小ささですごいですよね。はい、で隣のね、ボタンを押しますと、何やらメッセージらしきものが、ずらりと出てきました。はい、はい、まあ、これはちょっとゲームには関係ないようですのでね、はい、では早速ちょっとゲームの方をプレイしてみたいと思いますが、はい、5種類の中から、まず最初にね、この遊んでみるのはタイニーブロックスというね、こちらのゲームを遊んでみたいと思います。一体何なんでしょうか。はい、これはね、テトリスですね。なんですけどね、これ押しにくいんですよね、この十字キーが。このゲームをやるのは、まあ、あのね、手先の器用さが必要になると思います。もうね、で AB ボタンがね、両方回転になってるんですよね。はい、まあ、おそらくこれは T スピンは無理そうですね。はい、次のね、ブロックが1個だけ表示されています。あ、置きミスしちゃいましたけどね。いや、これはね、押しづらいですね。画面は小さいし、ボタンは押しづらいしということでね、はい、これね、はい、名付けました、地獄のテトリスです。いや、これはね、ちょっとね、あの、小さすぎてね、もう十字キーを押すのがね、苦痛になってくるレベルです。で僕がね、このゲーム機のね、購入を最初見送ったのは、このゲーム機ね、実はね、家庭用ゲーム機は一切動作しません。僕がね、今まで購入した手のひらサイズのゲーム機というのは、最低何かしら一つのね、家庭用ゲーム機はね、動作したんですけども、もうこういったね、ファミコンや、セガのね、メガドラや PC エンジン、プレイステーション、そういったゲームがね、一種類も動作しなかったので、まあ、購入を見送ったわけなんですね。まあ、このでゲーム機はね、クラウドファンディングで、まあ、資金を募ってね、この制作していたわけなんですけども、まあ、その時からね、ファミコンが動作しないというのは分かってたので見送ったわけなんですけども、まあ、世界最小のゲーム機ということで、まあ、ちょっとね、ファミコンは動かないんだけど、まあ、買ってみたということになります。
で、これね、最初から5つしか入ってないんですけども、一般の方がね作られたゲームがね無料で公開されていますので、はい、実際このねダウンロードしてゲーム数をね増やすことができるようになっています。はい、ということでね、もうちょっと疲れてゲームオーバーになってしまいました。はい、でこのねゲーム機なんですけど、どういった性能なのかと言いますと、はい、プロセッサーはねなんとラズベリーパイなんだそうですね。はい、僕もちょっとあまり知りませんでした。でメモリがね2メガバイトのストレージ、はい、サイズがね、はい、このね3センチ一番長い縦側で約ね 29.5mm、 重さが 4.7g と、いやー小さいですね。はい、でなんとねピエゾスピーカーということで音も鳴るんですね。はい、でまあプログラミングでね自分でゲームを作ったりもできます。はい、で今度ね手持ちのこのね、手のひらサイズのゲーム機と比べてみましたが、はい、このね本来非常に小さいはずのゲーム機が巨大に見えますよね。どのゲーム機と比べてもね、はい、巨大に見えます。いやー小さいですよね。はい、はい、ではねちょっと他のゲームをやってみたいと思います。なんとねこのテニスゲーム、はい、なんと2台を USB ケーブルでつなげると、なんとね対戦ができるそうなんですよね。いやーこの小ささで対戦ができるってまあすごいですよね。まあ、ただねもうこの十字キーでこのラケットを動かすのは、まあ、至難の技で、もうね全くちょっとねもうボールに当てることができませんでした。超激ムズです。はい、ではね今度次、はい、こちらのゲームなんですけども、障害物をねジャンプで避けるというね非常に単純なゲームなんですけども、1回当たるとゲームオーバーになります。はい、39-40と、あっという間にゲームオーバーになってしまいました。はい、ではね今度次なんですけども、はい、なんかねシューティングっぽいんですけども、これねちょっと正直ルールが分かりませんでした。はい、説明書等が入ってないので、なんかね磁気からミサイルがポンポン出るんですけども、敵がね全くいないんですよね。はい、ということでね残念ながらちょっとルールが分かりませんでした。はい、そしてね今度次なんですけども、はい、ね画面に落ちているブロックをね、通り過ぎると自分のね、本体がこうどんどん伸びていくという感じですね。はい、でこのね、側壁にぶつからないようにこのアイテムを取っていくという、このなんか蛇のようなゲーム、こちらのあちょっとゲームオーバーになっちゃいましたね。ワンミスでゲームオーバーです。はい、で今度ね次のゲーム、この HP とか MP とかね出ていますけども、これ何でしょうか、ロールプレイングでしょうかね。はい、ちょっとねもう全くやり方が分かりませんでした。もうねこのキャラクターを動かすのもね大変なんでね、ちょっと残念ながらね、ちょっともう遊ぶのは断念しました。はい、でこちらなんですけどもね、 USB とパソコンをつなぎまして、このサイトに行きますとね無料でゲームがダウンロードできます。そしてプログラムのね、詳しい方はこう自分でねプログラムを作って遊ぶことができるようです。ということでね今回は世界最小の手のひらゲーム機紹介いたしました。ということでね以上で動画終了になります。